これは人とあやかしが共存していた時代の物語である。もとより陰界に属していた魑魅魍魎は恐怖におののく人々の間に潜んで機会をうかがい、妖怪の秩序は危機にさらされていた。しかし幸いなことに、この世には天文を読み解き呪術を操るだけでなく、陰陽二つの世界を自在に行き来し、霊体を司ることすら可能にする異能者がいた。彼らはそれぞれの能力を駆使して陰陽二つの世界の均衡を保つため己の命を懸け戦っている。そんな彼らを世の人々は敬意を込めて陰陽師と呼ぶ。魑魅魍魎たちが織りなすこの絢爛豪華かつ奇想天外な世界が今あなたの目の前で始まる。生命様、生命様。琥珀。はい、生命様を終生のご主人と誓う式神の琥珀です。もう生命様ったら何、もしかしてまた。いや、少しばっ。神楽様ですか。あの日不思議な子ですよね。生命。あ、神楽様。別に、琥珀は。どうかしたのか、か。生命に。頼もう。うわっ、貴殿が。何のことだ。我が名は犬神。力を行してよ。救急如立よ。戦場にいるキャラクターの行動時、まず発動スキルを発動する。琉球如立よ。剣よ、このままに。五行結界陣抜刀。十二体目バッチョ。行くぞ。大丈夫ですか、生命様。陰の気。ま、我が恨みの一刀、その身に受けよ。ダメ。生命は殺させない。あれは呪術。神楽様にそんな力が。ダメだ、神楽。それ以上そのものを殺してしまう。カグラ、大丈夫。すごい。よくは。ひとまず。うん。どうやらわしの負けのよう。琥珀。一度だけ。
分かってもらリン、リョウ、救急によりつるよ。救急により治療。氷で閉ざした心に鼓動などあるはずないだろう。ここが…ああ、さあ、私と共に戦ってくれ。それでカグラ、ひとまず生命様。うにゃ、何かの羽。そのスズメとは。ああ、わしもかつてはやんちゃでな、何人を襲うような狂犬まで暴れていたわしに、あや信頼というのを耐え、陰陽師。力を行してよ、救急如立よ。呪符隊員、バッチふっ、甘くてよ、鈴みたいにり、まるまるにゃにゃよかった。行くぞ、真剣だ。呪符隊員、バッチョ。ふっにゃ
お主の方。どうか生命様。あ、そういえば犬神さんはどうして生命様と琥珀が敵だって思ったんですか。親切な者が教えてくれたのだ。阿部の生命様、お主が探している。